はい、どうも、西武所沢シェルオチャンネルでございます。今回はですね、東武東上線池袋駅に来ております。今年でですね、TJライナーは15周年を迎えました。TJライナーは2008年のダイヤ改正より運用開始になりましたが、この当時はですね、東京メトロ副都心線の開業の日でもありました。で、現在 TJ ライナーは池袋方面や小川町方面でも運行をしております。TJ ライナーのホームは、この4番、5番線ホームで、5番線ホームからの発車となります。4番、5番線ホームにおきまして、日中はですね、もうすべて普通列車として運行しております。それで日中の5番線は、校舎専用ホームになっている状況でございます。夕方ダッシュの時間帯であるため、4番、5番線ホームの場合では、出口は4番線ホームのみという形になります。夕方 TJ ライナーの運用もあるため、5番線はですね、もう降りる人は一人もいません。4番線のみ降りる人はいるっていう形になります。この時間帯ですと、16時46分の川越市行きの次は、17時4分発まで4番線の電車ありません。つまり、ここに TJ ライナーが入線する時間帯となります。16時46分発の普通川越市行きが発車した後に、今度は TJ ライナーの入線となります。この TJ ライナーは TJ ライナー1号であり、17時ちょうどに発車するものとなっております。いよいよ入線してきました、その TJ ライナー1号の小川町行きの電車が。この TJ ライナーを運用するのは、東武5万90系の車両でございます。昔はですね、その TJ ライナーは小川町方面だけっていう形になりましたが、現在はですね、その TJ ライナーは池袋方面でも運行することになりました。TJライナーの場合はクロスシートになっております。TJライナーが4番5番線に入線しているため、普通電車は2番、3番線の方での入線となります。このため普通電車は3番線からの発車となり、2番線からの乗車はできないということになります。そのため、次の急行が来るまで2番線の乗車はできないという形になります。いよいよ TJ ライナー1号小川町行きが小川町に向けて発車していきます。その後4番線からの発車は17時4分発と17時10分発で、3番線からは17時22分発となります。で、17時30分発の TJ ライナー3号が入線という形になりました。こちらの車両はなんとですね、TJ ライナー15周年記念ヘッドマーク車両でございました。この15周年記念ヘッドマークなんですけど、
前にもですね、そのヘッドマークを装着する予定でございましたが、実はですね、この前のヘッドマークは、どっかの路線とですね、同じものとなっていたため、その装着はすることはできませんでした。そのため今回はですね、これは2代目となりまして、今回はこの15周年記念ヘッドマークを装着することとなりました。で、このヘッドマークなんですけど、10月30日からですね、11月30日までの1ヶ月間装着する形となりました。今回はですね、この類似っていう形はならなかったため、今回装着することとなりましたが、またこれがね、類似になっちゃいますと、もう貼らないっていう形になると思いますね。でも今回はですね、なんとかね、この15周年記念ヘッドマークを装着することができたのは、非常に嬉しいと思います。最後にですね、この DJ-9 15周年記念ヘッドマークが発射するシーンを見て終わりたいと思います。ということで今回はですね、その DJ-9 15周年記念ヘッドマーク装着で運行したという動画でございました。以上で終わります。